戦力3分の1ぐらいだけどね、ピ全盛期の。それでもすごいよね、やっぱ。押した、ありがとう。パルは新宿にいるよ。まあホテル取ってゆっくりしてるか、なんかやってんじゃない。マンスリーは取ったこと、ああトップ10はない。最高12位とかじゃなかったかな。トップ10は入ったことない。でデイリー1位もない。うん、デイリー2位ぐらいはあるけど。よかったね。うん、まあ、仲良くまた喧嘩してね、振り回さないように、まあ、今こうやってね、あの二人一緒にやってるつか、くるちゃん映ってるけど、まあ基本的にはあの別々にやりたいと思ってるんで。やっぱダメだね、この広角レンズ。汚いの？いや、なんか傷があるんじゃない。これもちょっとマシになったけど、あと文句ばっかりだな。いや、ファッションセンスいいよ。だって今日も可愛いよ。もういいよ、何しても叩かれるから。くるちゃんは可愛いって、服装も。いいよ。可愛いね、今日も。うん。すいませんね。本当文句ばっかりだよね。うん、可愛いな。うん、可愛いよね。うん、これ可愛いじゃん。うん、一部だよ。な、そういうこと言ってるやつ。今日のクルさん特に、まあ、俺もやっぱ久しぶりに会って、やっぱ可愛いなと思って。大丈夫よ、いいな、可愛いなと思って。あ、俺にはまあもったいないよね。クルちゃんなんか最近ネガティブになってるよ。なんかさっき言ってたもん、俺クルちゃんになんかこの先捨てられるのかなって言ったら、いや違うよって言って、私がゼロワンに捨てられるんだよとか言って、ネガティブなんだよ。ほらクルちゃんネガティブなんだけど。いや、ネガティブじゃない。なんで俺が捨てるの、ね、安心できない理由がかなんかあるんすか。え、もうゲーム配信で閲覧25だった。え、何、俺閲覧でなんか女見てると思うの。あ、そういうのもあるんじゃない。そういうのないでしょ、全く関係ないでしょ。怪我すごい。全く関係ないけど、うん、そんなのは、うん、俺が頑張ればいいじゃん。うん、俺が頑張ればさ、うん、ね、おいな、おいな、おいな、お座り、おいな、おいな、お座り、おいな、髪、お座り、そうやな、髪切らないとな、お座り、お、ナイスゴ、ちょっとナイス、ちょっと押してや、もう、おいな。シャシャグぐらいにしてよ、ナイス。おいな。な。お座りは？人間的に落ち着かないと。うん。おいな。お座り。今はまったりやれてるけどね。お座り。アイテム飛ばないねって、もういいでしょ、アイテムは。もうイベントを散々応援してもらったんだから。爆走はイベント終わって、花火ファンタでシャンパン行きとかやって、
言ってたけど、あ、アイテムはクルちゃんに投げてあげてよ。クルちゃんにね、クルちゃんはあのノルマがあるからね、1ヶ月のノルマがあるもんね、頑張んないとね。うん、いや、クルちゃんいいんだよ、あのゆっくりしといて、うん、ね、うん、はい、その配信にね、あのクルちゃんを使おうと思ってないな。クルちゃんノルマ月30万、一応30万だからね。色恋しかできないと思う。最近色恋してる？バカなのお前。自分の彼女とさね、配信するのが色恋なのお前。なんかで俺色恋してた？バカリスが。頭悪いな。このジーンズ可愛いじゃん。俺クルちゃんのファッションセンスは俺めちゃくちゃ好きだけどね。でも昨日もちょっと露出が多かったね。え、露出してなかったじゃん。珍しく。してないじゃん。ミニスカート履いてたじゃん。え、タイツ履いてたじゃん。うん、でも珍しかったよ。あんま見たことないよスカートは。スカート持ってないって言ってたじゃん。あー、え、なロングスカートよく履くじゃん。でもミニスカートだったじゃん。あー、ちょっと最終日で頑張った感が頑張ったってこと？いや別になあ、ミニスカート、うん、でクルちゃんは毎月ノルマ30万円でそんな贅沢もせずに生活してるんだよ。まあ手で30万って安くないけどね、普通に働いてて、うん、ハゲに。まあだからあの今後はね、あの自分の発言に責任を持ってね、なかなか守れてないようなやつだったんで、例えば昨日の土下座も1時間やったりとか、これからの発言に対してはしっかり責任を取っていこうかなと思ってますよ。はい、コブとか言うお前気持ち悪い、女のサムネにしてよお前、キモオタニーとかブロック。くるちゃん大事にまあしてるかどうか、みんなどう見えるのね、皆さんにはどう映ってる？僕は大事に、いくら俺がいたってわかんないし、みんなにはどう映ってる？うん、してないように。でもね、一番大事なのって本人がどう感じるかだからね。本人がで、くるちゃんどう思う？大事にされてると、ほら本人がどう思うかなんだよね。本人がどう思うかにことに関してお前らがガタガタ騒ぎすぎ。ちょっと配信上でしか見えてない部分で判断してね。うん、だってエッチしすぎて、エッチだってもう襲いたいけど、そういうのも俺大事にしてるんだからね。うん、付き合いたての頃はもう襲ってるよ、もう、うん、もう入ってきたらもう襲ってるよ。でもそれじゃダメだから、今はやっぱりクルちゃんの気分も大切にしてやってるんだから。偉いでしょ、うん、うん、無理はなことをやらなくなったじゃん、うん、うん、無理なことをね、うん、そういう風に相手にも合わせようとする、思いやりが出てくると、じゃあ思いやりが出てきてうまくいくようになった、うん、だ俺は別にあの行かなくて、いや行かなくて、ね、やらなくてもいいんだよ別に。今日もね、うん、別にいいよ、やりもくじゃないもんだって、やらなくてもいいよ、うん、だから別にあの爪も切ってないし、うん、まあ、今日会うからそんな張り切ってないし、うん、つかそんな爪切
切らなくてもいいし、うんね、ガシガシやるつもりないし、そんなね、うん